こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今月大ゲイ、潜水艦が進水式を迎えた。3000トン級の潜水艦の登場に、潜水艦の大きさは大きくなるのだろうと理解できる。ただ動き出しているのは次期潜水艦の方で、次期潜水艦について詳しく話していきますね。現在就役中の双竜型潜水艦、それに続くのは3000トン級の潜水艦です。そして、もう、すでに、その次の新型潜水艦の開発も、スタートしていると言われます。つまり、今動いている潜水艦の次の次まで製造に、かかっているというわけです。全くもってスピーディーな話ですが、さて、この何もわからない新型潜水艦は、どんな仕様となるのでしょうか。2019年6月、幕張で MAST2019 という防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどの一連のイベントが開催されました。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が提示しました。このイメージ図は、日本だけでなく世界の関心を集めるものとなったのです。というのは、イメージ図に描かれていた新型潜水艦の正体について、大きく三つの説が流布していたからです。まず、現在日本が開発中の、そう、竜型の次艦、3000トン級潜水艦という説。次に、3000トン級の改良型潜水艦という説。そして今回の主役である、3000トン級の次の艦という説が取り沙汰されていました。といっても、3000トン級潜水艦は、現行の最新型双竜型をベースとしていますから、詳しい人が見れば違うとわかるのではと思います。ですから、その次の3000トン級潜水艦の次ではないかと推理する人が多いようですね。この3000トン級潜水艦の次と思われている潜水艦ですが、現在は何も確定したニュースは入ってきません。ただ、今までの双竜型と比べると、船のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようになっていると感じられるのです。でも、果たしてどこまで現実に即したものなのかは不明です。三菱重工業が MAST2019 の会場で公表したものは、あくまでもこの時点でのイメージ図ですから。ですから、今後のテクノロジーの発展などがあれば、この図もまた違うものになっていく可能性が大いにあると言えましょう。そんなミステリアスな次級艦ですが、現在のエンジン機関、ディーゼルとリチウムイオン電池を併用するはそのまま継続使用するだろうと思われます。ディーゼルとリチウムイオン電池という組み合わせの始まりは、そう、竜型11番艦、双竜でした。リチウムイオン蓄電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していた
スターリングエンジンやスタイキ依存推進機関を廃止することになったのでした。したがって、双竜型潜水艦である、宝竜、東竜の2隻、後継艦の3000トン級潜水艦3隻の計5隻はディーゼルと、リチウムイオン電池を併用したエンジンを搭載する予定になっています。実際の運用ノウハウを、この5隻で積むことになった、リチウムイオン蓄電池とディーゼル機関方式ですが、より、一層技術に磨きが、かかっていくことになると思われます。ちょっと脇にそれますが、ヨーロッパの大国ドイツは、もともと技術大国。工業国としての歴史があります。第二次世界大戦の最中に作られた有名な、アウトバーンを例に挙げるまでもなく、技術力の優秀さはわかるかと思います。そのドイツは、リチウムイオン蓄電池の運用に熟達しているだけではなく、通常動力型潜水艦にも燃料電池と非待機依存推進方式を採用しています。ということは、こちらの方式を進めるにあたっても、何らかの影響があるかもしれないと推測されています。ご存知の方が多いと思いますが、日本は、核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないという、いわゆる非核三原則を国是としています。ですから、現時点で、原子力エネルギーを軍事的に利用すること、原子力推進型潜水艦などへの利用に関しては政治的にも、また、技術的にも、そして国民感情を考えてもなかなか難しいだろうと考えられているようです。しかし、この状況に変化を起こす可能性のある情報が入りました。変化の風は例のしくアメリカから吹いてきました。ロッキード・マーチン社はアメリカの軍事産業の一翼を担う会社ですが、小型核融合炉の実用化に向けて進んでいるという報道が、今から6年前の2014年にあったのです。この核融合炉は、原子力潜水艦で使われている原子炉とは全くの別物です。小型核融合炉ですから、厳密な定義から言えば原子力エネルギーではないのでは?とも思うのですが、果たして実態はどうでしょうか。日本がこの新方式を潜水艦に採用するのは、現時点ではかなり難しいとは思います。しかし、問題は国外にあります。ズバリ中国です。軍備拡張に情熱を燃やしているのではないかとすら感じられる中国の動きですが、今のペースで軍事用艦艇の数を増やしていくのなら、自衛のためにも、日本が潜水艦の能力向上を図る意義は確かにあると思います。予算的な問題もあるでしょうが、数を揃えるよりも性能の高いもの、質。というわけですね。船の重量を示すのは排水量です。それが大きければ大きいほど、サイズも大きいということはご存知かと思います。では、ここで日本の潜水艦の排水量について少し紹介しましょう。現在稼働中の双竜型、宝竜は基準2950トン、水中
4200トンですから、世界の通常動力型潜水艦の中でも最大規模の潜水艦ということです。あくまでも現時点での話ですが、この次の3000トン級潜水艦は、基準3000トン、水中4500と大きくなる予定です。明らかに水中排水量が増えていますね。では、このデータから3000トン級のその次の潜水艦の排水量データを推定してみます。すると、基準は3000トン以上、水中は約5000トンまで増大するのではないかと思われるのです。簡単に言えば、現在の潜水艦よりはずっと巨大な潜水艦が製造されるということになります。3000トン級潜水艦は当然ながら双竜型よりは大きくなるでしょう。それだけでなく、通常動力型潜水艦の中でもビッグサイズになると予想されています。他の国の製造中の潜水艦では、オーストラリア海軍のアタック級潜水艦。進捗状況に難あり、韓国がドイツ潜水艦を叩き台にして、性能アップさせたトサンアンチャンホ級潜水艦などがありますが、これらと並んでも引けを取らないものになるはずです。韓国といえば、原子力潜水艦の建造にやる気満々な空気があります。前述の島山康正宏級潜水艦のバッチ3と呼ばれる潜水艦があるのですが、これを原子力推進型に変更するのではないかとも言われています。では、韓国が原潜を作ろうとしている理由は何でしょう？言うまでもなく北朝鮮です。同じ民族であるはずですが、半島国家として最大の脅威になっているのが北朝鮮なのです。こと日本に対しては、歩調を揃える南北朝鮮には、しらけた気分を味わったのは筆者だけではないと思います。文大統領に交代してからは、割合良好になっていた南北関係ですが、今年になってから悪化し、6月には北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するというとんでもない行動に出ました。世界中が、あっけに取られた事件ではなかったでしょうか。そんな北朝鮮を相手にするのですから、厳選は必要かとも思うのですが、実際、問題として北朝鮮が目標なら、わざわざ厳選で攻撃しなくても38度線を超えて攻め入った方が効率的ではないかと思われます。だとしたら、厳選は不要ではないかと思われますよね。でも韓国は建造したいのです。ターゲットになるのは非常に不本意で。不愉快ですが、日本でしょう。徴用工問題など未だにわだかまりを抱いていると思われる韓国は、日本へ脅威を与え、いざという時の攻撃力を持っていたいと思っているのでしょう。海自の最新型潜水艦、桜竜や東竜は、現在、世界トップクラスの静粛性を持つと思われますが、将来的にもこの性能は、進化していくことでしょう。それは3000トン級戦艦。その次の艦であっても、敵のソナーに探知されないための海中での
ステルス性が向上することによって、従来型の守り戦術ではなく、より広範囲での積極的作戦行動が可能になることと期待するところです。